はい、タナユです。私は今上越新幹線の高崎駅に来ています。これからですね、上越新幹線の時号に乗車して越後湯沢まで移動していきたいと思います。短区間乗車です。そんなわけでプチ乗車レポートという感じでお送りしていきたいと思います。あ、そういえばね、なんで越後湯沢に行くのかということなんですけども、長野って新潟旅行を開催しておりまして、そのホテルの宿がね、越後湯沢に取ったということなんですよね。だから越後湯沢まで移動する形になっております。
ということで自分目的地の越後湯沢までやってまいりました。いやとてもね短い区間でしたが、実際在来線で行くと94キロと約2時間ぐらいかかる遠いところですのでね、やっぱ改めて新幹線はすごい乗り物だなと感じました。在来線に2時間ぐらいかかるところに30分で連れてってくれますからね。では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければね、チャンネル登録の方をしてくれると嬉しいです。登録していただくとこれからの YouTube 活動の励みになりますのでよろしくお願いいたします。では今回もありがとうございました。さようなら。